やっほー、エビネです。見て、目だいぶ落ち着いてきたくない？2人で埋没したんやけど、多分もう1ヶ月くらいそろそろ経つかなみたいな感じなんやけど、てか 2AN ってブランドのさ、コスメがさ、めちゃくちゃ良すぎて、ファンデーションがマジでやばい。キラキラのパッケージのファンデーションとリップなんか全部いい。なんか今のとこ使ったもの全部いい、可愛いし、ハマってる。ってことで、今日はですね、もう寒くなってきたやん。でね、私ね、絶賛体重が 1-2kg 増えました。普通に萎える。ちょっと前になんか3連休があって、その時に旅行行ったりしたのね。何にも気にせずにめちゃくちゃバグバグ食べちゃって、案の定 1-2kg 増えちゃって、そっからの 1-2kg がちょっと調整したりしてもなかなか落ちづらいみたいな感じで、今体重が 43kg 台。ずっとね 42kg 台キープしてたんだけど、今 43kg になっちゃってますって感じなんですけど、ここで一旦で、多分みんなも冬服になってさ、体型隠れて、夏の時よりはちょっと気が緩んできたし、あと秋とか冬ってマジで食べ物美味しいやん。あとさ、寒くなってきてさ、ラーメンが美味しいとか鍋が美味しいとかさ、とにかく食べちゃう、蓄えちゃう、飯がうめんだもん。だって一旦ここでみんな、あのダイエットの勝つ入れとこって感じで、ここで一旦勝つ入れとこ。今年の冬も太って過ごすか、プラス 1-2kg くらいとどめて冬を終わらせるか、どっちにするかみたいな感じなんで、ちょっと一旦ここで私が歯止めを効かせるっていう動画出しておきます。私去年の秋冬はこんな感じで、結構まあ太ってはないんだけど、ぽっちゃり気味ではあったの、普通体型って感じで。まあ今年は 43kg って感じなんだけど、前にさ、ダイエット成功したよっていう報告動画出した時が、もう多分半年前くらいにはなるのかな。まあ半年前は結構食事制限頑張ってたんだけど、最近は全然1日3食食べたりして、でも逆に3食食べたりしても、プラス1、2キロくらいでとどまってると思ったら、なんか割と結構頑張ってる方なのかなとは思うんだけど、私なりに、このダイエットっていうか、体型を維持するような生活が自分の体に染み付いてるから、そういう大幅にリバウンドとかしないような生活はしてるのね。だからこそみんなの質問とか相談とかに乗れるんじゃないかなと思ったので、今日はみんなに質問相談募集したので、今日お悩みをね、答えていこうと思います。生理期間ってダイエットどうしてましたか？生理期間のダイエットはお休みをしてはいました。でもじゃあ50キロだった時の生理期間と今の生理期間って結構違くて、今は50キロの時みたいなドカ食い的な食べ方はしたりしなくて、全然好きな食べ物は食べるんだけど、じゃあ夜中に急になんかラーメンカップ麺開けて食べたりとか、時間関係なく自分甘やかして食べたりとかはしないけど、じゃあ普段の生活ではそんなにカップラーメン食べないけど、生理期間中は普段の生活の中でカップラーメン OK にするとか、常識の範囲内でいつも我慢してるものを OK にするって感じだから、まあ夜中食べてはそりゃ太るやん。そんなのさ、生理前やろうが生理前じゃなかろうがどっちでも一緒やと思うけん、まあプラス2キロくらいしても大体水分だったりはするからって感じで、自分をちょっとは甘やかす。ただ生理が終わったらちゃんと生活は戻す。生活が戻んないんだったらもう生理中も私は頑張る。生理が終わって食欲をちゃんと戻せる人だけ生理期間中に食欲を爆発させればいいと思います。結局それで生理期間中に爆食いしてもう歯止めが効かなくなっちゃってやめちゃったみたいな経験私もあるから、そういう人だけ爆発すればいいんじゃないかなと思う。無理な時はね、生理中も頑張った方がいい。あの、変な頑張り方ダメよ。ある程度食べ物とか時間とか制限した方がいいと思います。え、みんなはチョコとか食べたりするんですか？甘いもの食べたくなった時どうしてますか？私甘いものすっごい大好きで、チョコ、グミ、ケーキめちゃくちゃ食べます。すごい食べる。だし昨日もグミ、チョコ、ケーキ言ったものたち食べてるし、コンビニスイーツとか大好きやけん結構ほぼ毎日のように食べてるんだけど、なるべくチョコとかはこんなん当たり前かもしれんけど、午前中とかお昼とかちゃんと日中にカロリー消費できる時間に食べる。あとは、私今特にダイエットはしてない。体型維持って感じやけん、調整レベルで済むんやけど、まあダイエット期間中に食べたいなと思ったら、私はチョコを一食ご飯にしちゃうとか、もうなんかちょっとカロリー的な意味で考えたりはしてたかな。もう本当に良くないよ。体には良くないけど。ダイエット的な目で考えたらそうはしてた。どうしても食べたかったらね。けど、結局さ、1粒のチョコで1キロ2キロ増えたりはしないから、結局その積み重ねで太るからさ、食べた後にちゃんとカロリー消費できるような時間に食べること、あとはそれが毎日毎日大量摂取にならずに、毎日毎日じゃなくてちゃんとご褒美的な感じで少量で済むような歯止めが効くような量で
とどめておくとか、ちゃんとバランスはね見て考えて食べれば絶対太らないので。お腹すくとダイエットしてること忘れちまうんだ、マジでわかんの、マジでわかんの。やけん、お腹すかせないことが大事で、お腹がすくと私ももう、あ、お腹がすいた、もうバカみたいに食べたいって、もう食べ物怪獣みたいになっちゃう。ご飯屋さんに入ったら最初に炭水化物食べたいし、揚げ物食べたいしみたいな、高カロリーで高脂質なものとかばっかり頼んで最初に摂取しちゃってみたいな、で気づいた時にカロリーオーバーみたいな感じになっちゃうから、私がやるのはご飯食べる前にウイダーを飲みます。ウイダーとかあとヨーグルトとか、100キロカロリーくらいあるのが一番いいんやけど、カロリーないと逆に刺激剤になっちゃってお腹すいちゃうんやけど、カロリーある程度ある100キロカロリーくらいのものを摂取して、あと水とか飲んでたら結構腹膨れんのね。で腹膨れた状態でご飯を食べると、あ、今ダイエットしてるからちょっと控えとこうとか、そういうモードになるの。お腹すいたままご飯食べるっていうのはノー。ご飯屋さんに行く前にウイダー飲むとか、ちょっと100キロカロリーくらいの何かゼリーなりヨーグルトなり、理想はなんかで割と5分くらいまで膨らませるのがいいよ。したらもう今日夜ご飯いいやみたいな感じで少量で満足するからおすすめです。私はよくやる。痩せたらモテますか？モテるかどうかはさておき、多分自信がつくからかわかんないんだけど、表情が変わる、あとは仕草話し方だったりとか変わるから、明るくなるとね、周りの態度が変わるし、私は痩せたタイミングで結構いいことが起きたりとか、あ、なんか痩せるって大事だよなってその度に思う。だけど今年1年って結構私的に良かったなって思えることが多くて、やっぱね、自分に自信を何かしらの形で持つって大事で、自信を持つ一個の方法としてダイエットってあるよなって思います。ダイエットだけじゃなくて、例えば自分の夢が叶ったりとか、憧れの学校に通うことができたり、就職先に勤めることができたりとか、まあ、いろんな形で自信って持てるようになるとは思うんだけど、まあ、1個の形としてダイエットって手取り早いし、みんな結構できる人かなとは思うので、私は特にそれで結構成果を得てきたなって思う人生だから、何か自信がないな、変わりたいなって思う人は整形とかそういうものをする前に一回自信を持つための行動をねしてみるのおすすめです。ダイエットの意思あるけど行動に移せない、デブって言ってカツ入れて、エミネ、私の可愛い視聴者の子たちにデブなんて言えないけど、痩せて明るい表情になった君たちに会いたい。なんか結局自分のことを好きになるための行動なの。痩せたら好きになる、太ってるから嫌いとか、そういう判断基準にしてほしくはないんやけど、一個の方法としてあるよねっていう話で、自分のことをなんか好きになれない、何を頑張っていいのか分かんないって思う子が、ダイエットして今までの自分とはちょっと違う姿になって、お洋服も新しい系統に挑戦してみよう、新しいメイクに挑戦してみようって、やっぱ新しいこと取り入れる時の自分ってすっごい生き生きしてるのね。やっぱりそういうアクションを起こす人って何もしなかった時の表情とは全然違うし、アクセルが全開の時の人間ってやっぱり旗から見てても輝いてるなって思うし、そういう経験をしてほしいなって私は思う。人生生きていく上で自分を好きになることって、なんかナルシストとかさ、自分に自信があっていいよねとか言うやつ私大嫌いなんだけど、なんで自分に自信があっちゃいけないのって感じじゃない？だって自分の人生生きてんだからさ、自分が主人公なわけじゃん。自分のことを一番のファンで言ってあげるのが自分じゃなくて、誰が一番のファンで言ってくれんだよって私思うのね。だから自分のことを好きになれるための努力をすることが大事。そのために私は何だってやるし、自分が欲しいと思ったものは自分に買い与えるし、やっぱ自分のことを好きになれない、頑張れないやつに限って他人にそういうなんかチク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 ネガティブなことをね言うやついるのよ。そんなやつってさ、正直人生にいらないわけ。全然なんか、あー、本当考え方違うし、まあ人生私が生きてるわけじゃん、うん、主人公エミコちゃんで、エミコちゃんの人生にお前みたいな登場人物いらないわけですから、草とかでも登場してほしくない、空気とかでも登場してほしくないので、私何でもらっていいですかみたいなって感じで関わりません。はい、なのでそういう感じで結構私の人生に登場してくる登場人物とかはもう自分で決めてるので、でもそれからやっぱ自分のこと愛さなきゃいけないわけ。ちょっとこの質問に対してすごい長い回答しちゃってるんだけど、それくらいダイエットはまあ一個の愛す方法として考えてみてはいかがでしょうか。下の友達がいるんですが、私に向かって顔でかいとか足が太いと言ってきました。下でもやっぱそういうことを言ってくる時点でもったいないよね。せっかく華奢なのにもったいないよね。こっちは全然変われるので、そういう性格を変えることってやっぱりできないじゃないですか。ちょっとかわいそうだなって思うので、足痩せ何しましたか。足痩せは私は昔から痩せると足めちゃくちゃ痩せんの。でも
足痩せって一番大事なのはむくみ取ることって思うから、むくみを蓄積すればするほどやっぱ太っていくから、熱いお風呂に入って血流良くして体洗う時にボディーソープが体についてる状態でマッサージする。腕も足もゴリ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 ってめちゃくちゃマッサージする。お尻もで、リンパをしっかりと流してお風呂上がってあったかいうちに着圧ソックスを履いて寝る。あとはまあよく歩くってことはしてたけど、全然運動とかはしないけん、やっぱリンパマッサージが効くんかなって感じ。私の足の場合はね、もちろん骨格とかによっても全然違うと思うけん、まあ参考程度に。ビフォーアフターたくさん見たいです。じゃあビフォーアフターここに出しておきます。いやー結構変わったと思うんだよね。しかもなんか昔の YouTube とか見てほしくって、初期の方のヘアメイクとかもちろんそうやし、服とかもそうやし、体型の変化だけじゃないんだよね。結局体型とかに合わせて何が似合うか何が似合わないかとか、自分を好きになるための努力をしてるから、トータルでいろいろ変わってると思うの。そういう部分にも見てみてほしい、私の YouTube。 カフェラテがやめられません。ブラックコーヒーも飲めるけどカフェラテを選んでしまいます。私ブラック大好きなんやけど、なんでブラック大好きかというと、カフェラテ飲むと太るのよ。もちろんさ、ブラック飲んだらなんかカフェイン取りすぎでちょっと頭痛とか思うけん、カフェラテ飲みたいなって思う時もあるんやけど、カフェラテを飲むと一気に私下半身にお肉がつきます。やけんカフェラテを飲みたいくらいやったら飲まないかな。もう水飲むとかってくらい、ちょっと乳製品入ると太るんだよね。どうして夏と冬別人並みに体型変わるのマジでわかんの。多分体がやっぱ夏の方が薄着で見えるじゃん。だから意識するんだろうね。夏は結構クロップド丈とか、まあ、タイトな服着たりして体型が もろに出てるようなお洋服とかを着ることが多かったけん、常にお腹に力を入れたりとか体型チェックが常にできる状態やったんやけど、今ってさスウェット着たりとかお腹を覆うような服を着たりして、お腹に力を入れるタイミングっていうのがすごい減ったなと思って、だけどお腹に力入れるっていうねことをした方がいいと思う。28年間生きてきて気づいたね。下腹が出てきました。クリスマスまでに引っ込めたいんだけど何か効果的ですか？クリスマスまでって全然まだ時間あるから、ゆるい服を着ずになるべくタイトな服を着てお腹に力を入れて日中過ごしてみてください。クリスマスまでに絶対変わります。お金なくて家から持参ばっかで炭水化物パタ、コスパ良くてお腹に溜まるもの、ね、私最近コンビニの袋のサラダあるやん、あれにカニカマとかサラダチキンのほぐしたやつとかをぶち込んで、できたらノンオイルとかの方がいいんやけど、ドレッシングくらい好きなの食べさせてやとか思うよね。ごまドレとかシーザーサラダとか好きなドレッシングかけて食べる。あとキムチ入れたり、なんかあの袋のサラダプラスなんか1個で結構腹みっちるからおすすめです。着たい服がたくさんあるのに着れたとしても綺麗な着方ができなくておしゃれを我慢しちゃう。すごい最近思うのが、可愛いお洋服ってこの世の中にいっぱいあるけど、好きなお洋服を好き放題、系統も年齢も気にせずに着れるのってやっぱ20代のうちだと思うよ。色とか素材とかデザインとか何にも気にせずに、丈感とか気にせずに着れるのってやっぱ特に20代前半のうち。そう思うとなんか体型とか人の目とかに気にして左右されて、今のうちしか楽しめないことを自分の手で狭めていくのって本当もったいないなと思って、年齢とかも気にせずに着てもいいとは思うんやけど、いろいろ人から言われるのめんどくさいやん。やったら何も気にせずに着れる今のうちに自分の美人を爆発させて、メンズからもブイブイ言われるような年齢のうちに可愛い服着て過ごしたくないみたいな、ブイブイ言わせたくないみたいな、髪をサラサラしみたいな、モチベ開けていきましょうよっていう話ですね。寒くなってきたからラーメン欲が止まりません。麺400頼む、私を止めて。ラーメン食べる前にウイナ飲んでください。 400g 食べすぎ、400も食べちゃダメ。冬太り対策にてるてるのコースが気になってるんですけど、飲み方は置き換え。てるてるのコースは私は食後に飲んでます。食べた後の、まあ、消化を助けてくれたりする働きがあるので、私は食べた後とかにコースは飲んでる。あとはなんか別に毎食ってわけでもなくて、結構こってりした食べ物食べたなとか油っぽいもの食べたなとか、そういう時とかにコースは使ってます。だからヘルシーなもの食べた後とかにコースは飲んだりはしてなくて、別に毎日毎日ヘルシーな食べ物食べてる時とかは飲んでないんやけど、外食したりとかそういう時とかには飲んでるから、バッグとかにはいつも入ってて、周りのみんなにもこうやって配って高速配りおばさんになってて最近はい、ってことでですね、肩
ツになったのかちょっと分かんないんだけど、またちょっと食事の Vlog だったりとか、この半年間ほぼ大幅なリバウンドとかもしてないので、なんでリバウンドしてないかとか、そういう動画とかまた追って出していこうかなと思います。食事 Vlog みたいな感じで、はい、ってことで終わります。みんな栄養はちゃんととって、風邪とかには気をつけて、体調管理はしっかりしてね。見てちゃんと食べてるからね、安心してくださいね。バイバーイ。